手法を知りたいです。あと金融資産、ローリスクの金融資産。まあ、ローリスクの金融資産と、まあ、債券とかですね、そういうのが、まあ、定番としてあります。で、ハイリターンがない理由ですね、ローリスクでハイリターンがない理由ってことなんですけども、まあ、もちろん理由はですね、当然、なかなかそういう案件は見つからないと。まあ、世界の常識としてですね、まあ、銀行預金なんかもそうなんですけれども、そのリスクに応じた、リターンを得られると、利息を渡しますよっていうのは常識ですよね。まあ、日本の場合はリスクがありながらも、日本の預金なんかはですね、リスクが高いながらもですね、それなりに高いながらもリターンが低いという最悪な状況なんですけども、まあ、基本的にこれに乗っ取ったら当然ローリスクハイリターンのものは少ないと。まあ、ただ限られた案件っていうのはありますので、僕公式 LINE でご紹介してます。まあ、あとはですね、確定拠出年金とかその辺もですね、個別動画で、ご回答させていただきます。フィリピンにいらっしゃる方がご相談ですね。タンタンの